T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ステージ3をクリアしたところでプレイを終えて別日です。ちゃんと続きからプレイできるようで一安心。さてステージ4は増殖です。鹿ぼちの次が増殖っていいねー。見た目も月下っぽくて最高です。なので今回もなるべく増殖っぽい曲を選んだつもりです。ここは、書庫？これはまるで、パチュリー様の、のようね。一体何が起こっているというの？そうだ、パチュリーがいるんだ。戦うことになるのかな？相当強かった覚えがあるからな。だけど昨夜は味方側だと思うからどうなんだろう。ほんのちょっと動きの再確認をして、隠しアイテムを探しつつ進んでいきます。うわ、飲み男か。爪がやけに長い。爪男ってわけか。動いたら厄介だろうからその前に倒したい。いい判断。おっと、梅もいますか。月下にほんと似てるねー。最高です。お次はギュラハンならぬメイド剣士がいて、そしてそろそろエクトプラズムですか。そうだったねー。お、回転しそうな本だな。そして呪法戦。完璧。さすがに動かないか。ちょっとだけ期待したけどな。まあそこまではね。うお？マッドマンのつもりかな。刺激している魔法使いを倒せば一緒に消えるんだ。ネクロマンサーに近いのだろうか。下に攻撃できる手段がほとんどない。メイリンくらいかな。しかし角度的に当てづらい。ああ、この右側はさすがにいけそう。その前に倒しておくか。おい。いけない。ああ、読みが外れたか。これは相手外してきたパターンかも。ダメか。ここもね。やられたなに？この大きな本棚は動かせるんだ。これまた意外。ことごとく読みを外してくるなぁ。ファンほど引っかかるね。うん、まあオッケー。正直昨夜は飛べるから足場とか必要ないけど、まあありがたく利用させてもらいますか。こういう場合はただの障壁だね。お肉じゃなくてスパゲッティ。そんなに HP が減ってなかったから回復量がわからないね。ですね、多いのか少ないのか。予想ではサンドイッチより多く肉より少ない感じかな。まあそうだろうね。死神。亡霊とか。ずっと追ってくるんだけど。しかも結構追尾してくるね。これがエクトプラズム代わりか。どんどん出てくるなら逃げた方がいいかも。あれ？どこ行った？おい？反対から来た。すぐ逃げればよかった。あ、
いけた。っていうか敵がやば。やられた。まさか途中で普通にやられるとは思わなかった。あ、しかも一旦終了して再開したせいか、残り人数がまた20人に戻ってたんだな。ほんとだ。そうか、なんかズルしているようで申し訳ないけど助かった。お肉？さすがに今取るのはもったいない。せめてこの辺を片付けてから。今なら多少食らっても怖くないね。でも大丈夫かな？何がです？やっぱり消えちゃうの？そんなことだろうと思ったよ。まあ考えてみれば当然か。今のはショックだな。落とせるのかと思ったよ。本棚が逆に邪魔になってるのね。上にもいません。あ、待って、もういけないとかないよね。押せた。その先も。いけたか。でも回復じゃないって。ショック。この上とか下とか怪しく見えるけどな。さくやさん？あれは…バチュリー様！バチュリー様、どうされたのです？誰です？誰がこんなことを？レミーが。お嬢様が、お嬢様がどうしたのです？あら、お前たち何やってんだ？霧雨、マリソン。奇遇だねって雰囲気じゃなさそうだな。あなたがパチュリ様を？さあねえ。その様子だと、いろいろご存知のようね。さあね、これ以上言わせる機会？やれやれ。他人のお城でお掃除することになるとはね。私の宝器は伊達じゃないぜ。掃除用じゃないの？魔女の宝器を。罰が当たりました。そうだよ、マリサは強いよな。あ、しゃがんでたら避けられる。いいね、こういう発見が嬉しいよね。当たんのかい？一度出されたら終わりかも。一撃が重すぎるな。こいつはきついぜ。ただ背後が弱いか。後ろに出れれば圧倒的に有利だね。そういうことか。やった。ギリギリだったね。さあ、よろしいかしら。洗いざらい。悪い、私何も知らないんだ。そうなの？は？いやさ、前のコーマ城みたいな異変を感じてここに来ただけなんだ。あなたのことだから、くだらない嘘を言っているわけではないよね。まあな。胸を張るところではないですよ。それじゃあ一緒に来いって。
悪いけど私はパス。あら、どうして？もうちょっとここで本を見ていくことにするよ。読みたいのがわんさかあるしね。読みたいものですか？サクヤ？ええ。じーん。なんだよお前ら、なんだその目は。異変を感じてその混乱に乗じて本を盗みに来たというわけですね。バカ、借りるだけ、借りるだけだって。誰か来る。やっと追いついた。なんだ、誰かと思えばアリスじゃないか。なんだとは何よ。そのマリサがお城に入っていくのが見えたから追いかけてきたのよ。とにかく追いつくのすっごく大変だったんだから。やれやれ、本物のバカがお出ましだぜ。せっかく心配してきたのにその言い方はひどいわ。とにかく私は行かないからな。お先に失礼するぜ。あ、ちょっと待ちなさいよ。振られたわね。切ないです。でも仲間も増えたしいいんじゃない。は？仲間になってる。強引に引き入れたな。でもマリサは入ってくれないのか。あくまで盗みに来ただけなのね。困った方です。で、何？この玉より小さいろうそくを壊すとか。あ、トータル時間も戻っちゃったか。ここからスタートしたことになってるのね。そっか、もったいないけど仕方ない。でも一応ステージは続きがプレイできるからよしとしましょう。本当に二人増えてる。いきなり増えたな。じゃあ次はせっかくだから三人連れて行こう。ということでまさかの闘技場をお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。